第29回国民文化祭秋田2014全国銀英剣士武道祭のオープニング、最初は男鹿海洋高校の皆さんによるなまはげ太鼓が華やかに舞台を飾ってくれました。皆様のおそばに寄られて怖くはなかったですか？このなまはげ太鼓は年に一度大晦日の晩に家々を訪れて怠け者を戒める、男鹿市で古くから行われている伝統行事なまはげをベースに創作された郷土芸能です。和太鼓を打ち鳴らし、五穀豊穣、家内安全、無病息災を祈るものです。さて続いては男鹿子ども民謡教室の皆さんによる秋田船形節です。秋田船形節は船乗りの間で歌い継がれた船川節が元歌だと言われており、この元歌に亡き男鹿市出身の民謡歌手である森八千代が手を加え船形節として広めた歌でございます。海のように広く伸びやかな節回しと人間味豊かな感情の歌詞が特徴です。
オープニングの最後を飾るふるさとに学ぶ歌は、男鹿市の脇本第一小学校3、4年生と船越小学校4年生の児童たちが大切なふるさと男鹿を思い、心を込めて自分たちの言葉を紡いで作り上げた自由詩です。四季折々の山景色、青く輝く日本海、美しい豊かな情景、さまざまな自然によって育まれた清らかな子供心に満ちたこの詩を、先人に学び未来につなぐ吟舞の祭典に思いを寄せ、声高らかに朗詠いたします。
開会の言葉。全国吟詠剣士武道祭企画委員会吉田玲子委員長。皆様おはようございます。本日は早朝よりご来館誠にありがとうございます。特に遠く県外の大勢の方々がこの会場に参上しております。心より歓迎申し上げます。それではただいまより第29回国民文化祭秋田2014全国吟詠士武道祭を開催いたします。